ルイス・セップルベダは、チリの小説家。元アナーキストの祖父の影響で、青年期には、社会主義運動に傾倒する。1973年9月に、アジェンデ人民連合政権が、アウグスト・ピノチェとのチリクーデターによって倒れると、同年末に逮捕、投獄され942日間の獄中生活を送る。アムネスティの働きかけで釈放された後も、 ラテンアメリカ各地で社会主義活動を行うが、1980年にニカラグアで国外追放処分を受け、ヨーロッパへと渡る。ドイツの雑誌社に、勤めラテンアメリカ各地のルッポ活動を行う一方、グリーンピース運動にも参加した。1989年に長編、ラブストーリーを読む老人を発表。1992年に出た、不都合役版が、 驚異的なベストセラーを記録し、一躍脚光を浴びる。その後も、精力的に作品を発表し、数々の文学賞を受賞するなど、世界的な人気を獲得しつつある。2020年3月1日、基本在住時に2019新型コロナウイルスに感染。アストリアス州で最初に確認された感染者の一人であった。3月11日には重篤化し、 昏睡状態となっていた。翌4月16日に、同州オビエドの病院で死去。70歳没。ありがとうございます。